党の代表権の本祖になります。今日が1回目でですね、結構ね今日収穫がありましてですね、この辺首位的主張と予備的主張、まあ首位的請求の趣旨あるいは首位的請求の原因っていう形でですね出せるんですね。だから普通に私はもう代表返すと言っているじゃないですか。言ってるだけで返してないじゃないですか。いやだから結果はもう番号を持っていきますよ今日、それでいいじゃないですか。じゃあ斉藤さんが誰にいるにお願いするんですか。斉藤さんでいいじゃないですか。斉藤さんそれでいいの。はい、はい、あ、はい、じゃあもうそれで。神がなければそういったものは無効だと思っている方多いと思うんですが、これ実は僕もそう思ってました。やっぱり辞任届とかにサインとか印鑑がないとダメだと思ってたんですけども、実は3月29日の動画を、この記者会見ですねご覧いただいたところ、多くの弁護士がもうやめろって言ってるじゃんと。では5年2023年9月25日17時45分であります。党の代表権の本祖になります。今日が1回目でですね、電話会議とかウェブ会議で行われておりまして、で今日のですね、その、まあ、裁判所が裁判長と裁判、まあ、裁判官が3人とで書記官がいるのかな。で、こちらはですね、僕は出れなくて村岡弁護士と斉藤健一郎君が原告ですね。で被告の方がいつもの豊田弁護士ともう一人女性の弁護士陽さんは出なかったと、まあ、パソコン上の、まあ、ズームなんでしょうかね、まあ、それでやったということなんですが、結構ね今日収穫がありましてですね、この辺首位的主張と予備的主張、まあ首位的請求の趣旨あるいは首位的請求の原因っていう形でですね出せるんです。で首位がダメなら予備っていうのができるんですね。 A がダメなら B、まあ、もちろん B がダメなら C ってできるんですよ。裁判っていうのはこれかこれで争わなきゃいけないっていうことじゃなくて、この A がダメなら B、B がダメなら C とかでできて、今回は A と B の作戦でいこうっていうところに、なったということです。で A は何かっていうと、首位的請求の趣旨あるいは首位的請求の原因っていうのは3月29日に大津さんが辞職するって言ったものが、これがまず請求の趣旨、主義的請求の趣旨になります。そのことをなんかぐだぐだ話すのがなんかあんまり良くないことなのかなと思って、私は別にこうやって数日以内に契約するっていうふうにこの昨日の動画で言ってるくらいだから、それを今ちゃんとやろうと思ってたところだったんです。それをもう今日ってなって今日いきなり会見開くっていうふうにさっきだから朝聞いて、私はとてもびっくりして、だからまあそういうね返金のことが起きたんだなってことを今知りまして、だから普通に私はもう代表を返すと言っているじゃないですか。言ってるだけで返してないじゃないですか。じゃあ昨日の佐藤さんの上げられた動画を何を展開されたんですか。そこを説明してください。だから私は動画を上げられなかったっていうのを。違います、佐藤それだけですか。だからお金をもらうことでそういうふうに口止めされたと思ったんです、契約することで。だから私はそのお金なんだと思いました。だから俺も悪かったところあるから俺の給料から払うって言ってたじゃないですか。だからそういうことなのかなと思って、だから一応それで私は当主っていうことが、これからも政治家女子をこんなに女の子たちがお金がないっていうふうに動画でも言っていたけれども、もちろん最低限立候補できるお金、コネクタのお金、供託金払ってます。だからあの伝え方本当におかしいと思います。だからそれも訂正した上でどうして女の子がお金が必要だと思ったのかっていうことを説明したかったんです。だって選挙にはお金がかかるからっていうふうに黒川さんが言ってたから、でその黒川さんの戦い方は党としての方針としては間違っていたんだなってことを分かりました。だからそれで、で党としての方針は間違っていたとしても、そこに今統一地方選挙にベットすること自体が、だけど一人一人の女の子は自分の人生をかけて出てきてます。この選挙を逃したり4年後の統一選出るか分からないっていう気持ちで出てきてるから、それなら自分たちでお金を
集める方法を考えられないかなっていうふうに、あの黒川さんと協力して頑張ってたんです。でそれを黒川さんのことを人格否定するようなことを女の子にいろいろ言ったりとかしてたから、私はそれ自体も悲しかったし、黒川さんと縁を切ろと言われることもとても悲しかったし、黒川さんを切らなければいけない、しかもそれが私の権限、お前が決めたことだって言われるのも私は辛かったんです。でその話をした後にね、じゃあ黒川さんと、だから今はもうこういうことになってしまったから黒川さんは降りてくださいと言わざるを得なくて言いました。だって私が決めることだって言われたから。でも代表権があるならいつか戻すことができるかもしれない黒川さんのことって思っていました。だってまあとても貢献してる、一生懸命言い訳されるのは自由ですが結果責任なんですよ。いやだから結果はもう判子を持っていきますよ今日、それでいいじゃないですか。じゃあ斉藤さんが 誰にいるお願いするんですか。斉藤さんでいいじゃないですか。斉藤さんでもいいの。はい、あ、はい、じゃあもうそれで、ただすみません、もうあの斉藤さんに、うん、でまああのこんな感じですね。まあ大津さんの言い分というのはすごくゆっくり聞いたらよくわかります。で、黒川君を守りたかったっていうのもわかるんですが、まあご存知の通りもう黒川君が、まあ、昨日もなんか黒川君の主催するなんか飲み会で、公然わいせつ罪みたいな、まあ男性が局部を出してみたいなことがあったようですけど、まあ大津さんの黒川君はもう今としては認めてないようなんですが、まあいずれにしてもですね、何度もこの3月29日に辞めると、党の代表を辞めますということについては、党首を辞めますということは繰り返し言っていますので、まずこれが主意的、請求の趣旨ということになります。で2つ目、予備的にこれが5月の10日の皆さんに集まっていただいた党総会による解任ということで、まあ、予備的請求の趣旨、予備的請求の原因ということで、こういう形でですね、裁判所の方には審理をしていただくと、どちらが認められてもこちらの勝ちということになるという裁判になります。で、まあ皆さんは印鑑がなければその辞めるっていう、あの何だろう、意思表示がなければですね、紙がなければそういったものは無効だと思っている方多いと思うんですが、これ実は僕もそう思ってました。やっぱり辞任届とかにサインとか印鑑がないとダメだと思ってたんですけども、実は3月29日の動画を、この記者会見ですね、ご覧いただいたところ、多くの弁護士がもう辞めるって言ってるじゃんと、ここまではっきりとその辞めなきゃいけない理由とかを理解した上で、本人は党首を辞めるって言ってるんだから、それをその例えば居酒屋で言ってるとかじゃなくて、インターネットで集計されている中で、しかも党員があそこにたくさんいました、役員もいました、そこで自分が辞めないといけないという自覚があって辞めると言ってるわけですから、それは有効でしょっていうのが主義的主張になりますっていうのはね、それを見てやっぱりこれで安心したっていうことで、多くの党員や債権者の方もいらっしゃったわけですね。だからそれを見て、ああもう大津さんが辞めるんだと思った人が普通に見てれば辞めると思うわけであってね。でそれをまず主義的に主張していくと。でその後大沢が3月29日に辞めると言ったにもかかわらず、4月の5日かな、口座の名義をですね、それまで大津さんの名義じゃなかったんですよ。3月の8日に大津さんの名義に変えることはできたんですけど、急に我々っていうか党の経理の人とか職員にかあの内緒でですね、こう党の口座を作るっていうようなことに出たので、これは、辞任と言いながら悪い人とね、これ本当に実際大津さん悪い人にあのそそのかされてると思いますよ。大津さん自身はお金をね持っていこうって気はないのはよくわかります。でも大津さんの周りの人たちが、まあ、お金をなんとか取ろうとしてたことはもう明らかですよね。何らかの形でお金を儲けようとした人が集まってきた、まあ、黒川君もそうですよね。でそういう人たちにこう3月29日に辞めると言った後に何かこう言われて、気持ちが変わったっていうことで印鑑持ってこないという選択をしたわけですよね。じゃあそれが認められるかどうかっていうのがなぜ主義的主張の、まあ、A のパターンですね。
初プロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花口の利き方を気をつけな俺は持ってるぶっ壊す力未来永劫不老不死天上天下唯我が独尊売られた喧嘩は買いますせぶっ壊してみな弱小政党グリーンラジオカーセックスこれはアウトなデラックス反社に過激な集金トラブル先にセクハラないモラルないじゃないのお客にさ多分ないじゃん女性の方もっと1810よお客はもうこりぼりよ一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテックアップ